ベル研究所、ベル研究所、ベル研究所、ベルラボラトリーズは、アメリカ合衆国の通信研究所である。元々の研究開発部門として設立された研究所であり、現在は、ノキアの子会社である。ベル電話研究所、略して、ベルケンとも。ベル研究所とは、ベルシステム社が1920年代に設立した研究所であり、その起源は、 グラハムベルが1880年にの賞金で設立したに遡る。現在はノキアの子会社である。ベル・ラボラトリーズの名前は電話の発明者ベル、グラハムベルに由来すると言われている。ニュージャージー州マレーヒルを本拠地とし、その研究施設は世界中に点在する。ベル研究所は電話交換機から電話線のカバー。 トランジスタまであらゆるものの開発を行ってきた歴史がある。が、大まかに言うと、研究、システム工学、開発の三つに分けることができた。研究としては主に電気通信の基礎技術に関するものであったが、数学、物理学、人間行動科学、材料科学、コンピュータープログラミング理論などについて言っていた。この基礎研究に優れていることが、 ベル研究所の一つの大きな特徴であったが、2002年にヘンドリック・シェーンによる科学における不正行為事件が発覚し世界中で大ニュースとなってからは、研究所全体がすっかり世界からの信用を失ってしまい、研究員もベル研究所という名を冠することが信用度を上げることにならず、むしろキャリア上の汚点になりかねないので多数離れ行き、部門は中が機能を停止し、 結局2008年に親会社によって基礎研究から撤退するという発表がなされるという結果となった。システム工学に関しては電気通信の分野で非常に複雑なシステムを作り上げている。開発としては通信網の構築に必要としたものよりもはるかに多くのものをハードウェア、ソフトウェアどちらの分野でも開発した。1925年に 当時の AT&T 社長、ウォルター・グリフォードが独立事業としてベル研究所を設立した。もともとは、ウェスタンエレクトリック社の研究部門と AT&T の技術部門を引き継いだもので、AT&T とウェスタンエレクトリック社がそれぞれ50%ずつ出資した。最初の研究所長はで、1940年まで所長を務めた。電話交換機など、 AT&T 向けにウェスタンエレクトリックが製造する層の設計とサポートを主な業務としていた。電話会社向けのサポート業務としては包括的な技術マニュアル、手引書のシリーズ、BSP の執筆と保守がある。親会社に対するコンサルタント業務も行った。また、プロジェクトナイキやアポロ計画などアメリカ政府の仕事も受け負った。基礎研究に携わる人員はごく一部だが、 ノーベル賞受賞者を何人か輩出したこともあって、特に注目を浴びた。1940年代まで、ベル研究所の本拠地は、ニューヨーク市内のビルを中心として点在してたが、そのほとんどは、ニューヨーク郊外のニュージャージー州に移転された。ニュージャージー州内のベル研究所の所在地としては、ディール、テストサイト、フリーホールド、リンクロフト、ロングブランチ、ミドルタウン、プリンストン、 ピスカタウェイ、レッドバンク、ホイッパニーがある。このうち、クロフォードヒルとホイッパニーの研究所は現存している。エーロサーリネンが設計したニュージャージー州、ホルムデルの建物は、現在は売却されて、無人のまま放置されているが、複合商業施設に改装される予定。従業員が多いのは、イリノイ州シカゴ近郊のネイパービルやライルのあたりで、2001年までは、 最も集中していた、約1万1000人。他に、従業員が集中していた地域として、オハイオ州、コロンバス、マサチューセッツ州ノースアンドーバー、ペンシルベニア州アレンタウン、ペンシルベニア州レディング、ペンシルベニア州ブレーエングスビル、コロラド州、ウェストミンスターなどがある。これらは2001年以降には、規模が縮小されるか、完全に閉鎖された。ベル研究所の絶期には、 その施設は当時としては最先端であり、様々な革新的技術、電波望遠鏡、トランジスタ、レーザー、情報理論、ユニックスオペレーティングシステム、C 言語などを開発していた。ベル研究所での研究により、これまでに7つのノーベル賞を獲得している。1924年、ウォルター・エイシューハートが製造工程の統計的管理手法として、管理図を提案。 シューハートは翌年設立されるベール研究所で引退するまで研究に従事した。シューハートの手法は統計的プロセス制御の基盤となった。これはシックスシグマなどの現代的品質管理の先駆けである。運営開始の初年には、よそで発明されたファクシミリの世界初の公開デモンストレーションを行った。1926年、世界初の陶器、 音声と映像の同期システムを発明した。1927年、テレビの長距離送受信実験として、アメリカ合衆国商務長官、ハーバート・フーバーの動画をワシントンからニューヨークに転送する実験を成功させた。1928年、ジョン・ B ・ジョンソンとハリー・ナイキストが初めて熱雑音を発見し、理論的分析を行った。このため、ジョンソンノイズとも呼ぶ。 1920年代には、ギルバート・バーナムとヨセフ・モーボーンがベル研究所で、ワンタイムパッド式暗号を発明している。ベル研究所のクロード・シャノンが後にこの暗号が破れないことを証明した。1931年、カール・ジャンスキーは、ベル研究所で長距離通信時における定常雑音を調査し、ノイズの原因となる電波が銀河系の中心から出ていることを突き止めた。 これは、電波望遠鏡に通じる発見で、後に、電波天文学の始まりとなったが、通信に関する問題ではないのであまり集中して、行うことはなかった。1933年、ステレオ音声信号をフィラデルフィアからワシントン DC に生中継した。1937年、が、世界初の電子音声合成器を発明し、デモンストレーションを行った。 ベール研究所の研究員、クリントン・デイヴィソンは、ジョージ・パジェット・トムソンと共に、電子解説現象を発見し、ノーベル物理学賞を受賞した。これは、後のソリッドステート電子工学の基盤となった、発見である。1940年代初め、ラッセル・オールが、光電セルを開発した。1943年、世界初のデジタル式音声暗号化システムシグシリー。 を開発。これが第二次世界大戦中に味方同士の通信に利用された。1947年、ジョン・バーディーン、ウィリアム・ショック・レイ、ウォルター・ブラッテンがトランジスタを発明した。1956年、ノーベル物理学賞を受賞。ベール研究所の最重要発明品と言われている。同年、リチャード・ハミングが誤り検出訂正のためのハミング符号を発明。 特許が確定する1950年までその成果は公表されなかった。1948年、クロード・シャノンが情報理論の基礎を築いた、A マスマティカルセオリー・オブ・コミュニケーション、通信の数学的理論をベル・システム・テクニカル・ジャーナルに発表。ベル研究所の先月であるハリー・ナイキストや、ラルフ・ハートレイの業績を踏まえつつ、それらを大幅に発展させた。 シャノンは1949年の論文、コミュニケーションセオリーウフシクリシーシステムズで、現代暗号論の基礎を築いた。ベル研究所では、ジョージスティビッツらが1940年代にリレーを使った計算機をいくつも開発した。1950年代は、本来の電話事業の技術的サポートにおける改良が、主でマイクロ波中継、オペレーターを介さない、 自動即時通話、中継局、電話通信用経電気、ワイヤースプリングリレー、新型交換機、5XB などが登場した。1953年、モーリス・カルノーがカルノーズを開発。プール台数式を扱いやすくするツールとして重宝された。1954年、世界初の実用的な太陽電池を開発した。 1956年に付設された初の大西洋横断海底ケーブルタットマイナス1スコットランドニューファンドランドシママは AT&T ベル研究所イギリスとカナダの電話会社が関与した1957年マックス・マシューズが電子音楽演算用コンピュータプログラムミュージックを開発したミュージックシリーズは 現在の多くのコンピュータミュージックプログラムの基礎となった。ロバート・シー・プリムトが新たなドン・ヨク・ホー・アルゴリズムを開発し、コンピュータネットワーク設計を進化させた。1958年、アーサー・ショー・ローとチャールズ・タウンズの学術論文で初めてレーザーなるものが紹介された。1960年代には、ドーン・コント・マーチン・アターヤが、 金属酸化膜半導体電解効果とランジスタ、モスヘッドを発明。モスヘッドは今日の情報社会を支える大規模集積回路、LSI の基盤となっている。1960年12月、A ジャボンらは初めての機体レーザーであるヘリウムネオンレーザーの発信に成功。1962年、都がエレクトレットマイクを発明。1964年が 炭酸ガスレーザーの発生装置を発明。1965年には、アーノ・ペンジアスとロバート・ W ・ウィルソンが、宇宙マイクロ波背景放射を発見し、1978年に、ノーベル物理学賞を受賞。1966年、R ・ W ・チャンが、無線通信サービスの重要な技術である、直行周波数分割多重方式、OFDM を開発し、 特許を取得した。1968年、JR アーサーと AY 著が分子線エピタキシー法を開発。1969年には、デニス・リッチーとケントンプソンがユニックスの開発を開始した。ウィラード・ボイルとジョージ・イン・スミスが電化結合素子、CCD を発明したのも1969年である。1970年代以降、 ベール研究所でも世の流れに乗って、コンピュータ関連の発明が多くなってくる。九百七十年、それまでユニックスオペレーティングシステムの記述言語として使っていたインタプリタ方式 B 言語の後継として、デニス・リッチーが C 言語を開発した。九百七十一年、コンピュータを使った電話交換器用のタスク優先度制御システムをアーナ・シュネデール・フーバーが開発し、 世界初のソフトウェア特許を取得した。1976年、ジョージア州で世界初の光ファイバー通信システムの試験を行った。1978年、デニス・リッチーとブライアン・カーニハンが C 言語の事実上の正し書き、プログラミング言語 C を出版。1980年、世界初のワンチップ32ビットマイクロプロセッサベルマックマイナス32映画、 デモンストレーションで動作した製品化は1982年。1970年代には、それまでリレーやトランジスタで構成されていた交換機からベル研究所が開発した TTL 集積回路を使ったプログラム内蔵式の交換機へとテクノロジーが進化した。新型交換機はイリノイ州のネイパービルにあるベル研究所の施設トライルにある ベスタンエレクトリックの施設で製造された。これにより交換器設置に要する床面積が劇的に減少した。また、新型交換器には自動診断ソフトウェアが搭載され、保守要因を減らすことに寄与した。これらの技術については、ベル・ラブス・テクニカル・ジャーノルズなどでよく紹介されていた。1980年代には TDMA 及び CDMA という携帯電話で使われる技術の特許を取得。1982年、ホルスト・シュテルマーとベル研究所研究員だったロバート・ラフリンとダニエル・ツイが分数量子ホール効果を発見。1998年にノーベル賞を受賞。1983年、ビャーネスト・ロブストルップが C 言語を拡張した C を開発。これもベル研究所で生まれた。 1984年、オーストンらがピコ秒電磁放射の光電動アンテナを世界で初めてデモンストレーションした。これは今ではテラヘルツ時間領域分庫の重要な部分を担っている。1984年、数学者ナレンドラ・カーマーカーがカーマーカー線形計画法を開発した。同じく1984年、 アメリカ連邦政府が AT&T の分割を決定した。分割された地域ベル電話会社のために、ベル研究所からベルコー、ゲン、テルコーディアテクノロジーズが分離。AT&T 本体は、ベル研究所に関する部分でのみ、伝統的なベルのマークを使えるという制限を受けた。これまで正式名称は、ベルテレフォンラボラトリーズ、インク、だったが、AT&T ベルラボラトリーズ。 インクに解消され、ウェスタンエレクトリックが解消してできた AT&T テクノロジーズの10%個会社となった。この頃新世代の交換機 5ESS スイッチを開発している。1985年、スティーブン中のチームがレーザー冷却により原子を捕獲する技術を開発した。同じく1985年、ユニックスの後継として、 プラン級オペレーティングシステムの開発を開始。1988年、大西洋横断海底ケーブルとして初めて、光ファイバーを使ったタッ t、AT、8が付設された。1990年、世界初の無線 LAN ウェイブランを開発。無線 LAN 技術は1990年代末頃まで広まらず、最初にデモンストレーションしたのは1995年だった。 1991年、ヌリドッグデイビリアンと彼のチームが56系モデムの技術を開発し特許を取得した。1994年、フェデリコ・カパソ、アルフレート・チョ、ジェロム・ホストラが量子カスケードレーザーを発明し、後にクレア・グーマクがさらなる技術革新による改良を施した。同じく1994年、ピーター・ショアが 量子因数分解アルゴリズムを考案。1996年、ロイド・ヘリ・ーットと彼のチームがマイクロチップ上に原子の形を印刷するスッカルプル電子、リソグラフィを発明した。デニス・リッチーらは、リンボという新たな言語を使い、プラン9を元にして、インフェルのオペレーティングシステムを制作した。また、高性能データベースエンジン、ダーリを開発し、 ダタブリッツという名称で製品化した。AT&T は、ベル研究所を含めた AT&T テクノロジーズを独立させ、流線とテクノロジーズとした。その際、一部の研究者を引き抜き、新たに AT&T 研究所を創設した。1997年、世界最小の実用的トランジスタ、60メートル、原子182個分を作り出した。 1998年、世界初の光ルーターを完成させ、音声とデータを同時に IP ネットワーク上で転送する技術開発した。2000年は、ベル研究所にとって忙しい年になった。まず、のプロトタイプを開発。3次元 CG を使った、広範囲な通信を可能にする全近的ジオメトリ、圧縮アルゴリズムを開発。7月には、 世界初の電気で発生する有機レーザーを発明。後に鉄造と判明。宇宙の暗黒物質の分布を表す大規模な地図を作成。プラスチックトランジスタを可能にする有機素材 F-15 を発明。2002年、ヘンドリック・シェーンが超電導に関する研究において実験データを繰り返し改ざんしていたこと。科学における不正行為を行っていたこと。 いわゆる、を理由として、解雇。ベール研究所において、初めて発覚した大規模な詐欺行為であり、組織運営や他の研究員らの活動にも大きな影響を及ぼした。2003年、マレーヒルに、ニュー、ジャージーナノテクノロジーラボラトリーを創設。2005年、ルーセントの光ネットワーク部門の担当重役だった、チョン・エイチ・キムが学会から戻り、 ベル研究所の所長となった。2006年4月、親会社のルーセントテクノロジーズは、アルカテルとの合併に合意した。2006年12月1日、アルカテルルーセントが業務を開始。ベル研究所は、アメリカの国防関係の研究開発にも関わっていたため、この合併に対して合衆国政府は懸念を抱いた。ベル研究所を呼び、ルーセントと、 アメリカ政府との間の国家機密に関わる契約を、うため、アメリカ人のみで構成される取締役会の別会社、LGS が創設された。2007年12月、ルーセントのベル研究所とアルカテルの研究開発部門が合併し、新たなベル研究所となることが発表された。それまで長期にわたって、ベル研究所はスピンオフや解雇で人員を削減さ続けていたが、 この機会に久しぶりの成長を遂げた。しかし2008年7月時点で科学雑誌ネイチャーはベールンで物理学の基礎研究を行っている科学者は4人しか残っていないと指摘した。2008年8月28日、アルカテルルーセントはベール研究所について基礎科学、物性物理学、半導体研究といった分野からは手を引き、ネットワーク、 高速電子工学、無線ネットワーク、ナノテクノロジー、ソフトウェアといった収益に結びつきやすい分野に注力すると発表した。2015年4月、ノキアはアルカテルルーセントを166億ドルで買収することに合意した。2016年1月14日、アルカテルルーセントを飛べる研究所は正式にノキアの参加となった。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。